秋の河南作戦によって重慶第一線区を壊滅せしめ、第八線区を強圧せる我が精鋭に呼応して、中島方面の我が部隊は重慶第六線区、大工線区に対し一斉に行動を開始。6月18日、敵重慶の正面玄関、調査陥落。必要とあらば本軍の進撃はあらゆる困難を犯して歩むことなく、あたかも引き綱を探って敵前に阻がするごとく、調査へ調査へ。6月18日、精鋭部隊続々と調査に集まる。我が航空部隊は在日アメリカ空軍の振動を抑えて許さず、暁の大陸に制空の陣を張る。各地同地域に潜在する敵航空基地を一挙に交代せしめ、敵反攻本土空襲の使命を制す。眼下に見る調査陥落して、敵軍の戦力は計り知るべく、湖南の翼屋を失って重慶の食糧難はまさに飢餓の名に値するであろう。敵イギリス第4軍主力をインパール盆地へ追い込み、じりじりとその包囲艦を締め上げている皇軍。この鉄艦から敵は第4軍を救出せんものと、補給路の結露打開に最も力を注いでいるのがこの小島周辺地区である。戦闘指揮所もはや最前線に移動した。敵振動室の方を得て全軍進発の命令が米下の各部隊に下される。追撃に元より迅速なる補給は期しがたい。されば肩に食い入る武器食料を背に、山また山、延々と連なる山脈との戦いが人面戦線の将兵に課せられた第一の試練である。またこれらの瞬間には優勢なる航空兵力のもと、戦車重火器等高度に開花された敵部隊が盤踞しているのだ。この敵ムカズンバ、戦意さらになく我に投降する。直ちにこれを補足して敵主力の所在を尋問する。
は近い。路傍に来たれたる軍用トラック浜田、物流を頼む敵軍海装の姿である。ついに敵主力の拠点山間の部落を前方に臨んで一斉に訪問開く。加え来たるノースアメリカン B25。 攻撃しばし。早くも敵部落にグレンの炎を昇るを見る。刻々と敵軍の包囲網は刻々と引き絞られていくのだ。